四国新聞は、香川県高松市に本社を置く四国新聞社が発行する地方紙である。なお、大事は四国新聞としている。香川県をエリアとして発刊されている日刊紙で、現在は長官のみの発行である。発行部数は約21万部でシェアは約6割。系列放送局として、テレビ、AM ラジオ放送の西日本放送を持ち、 ニュース配信を行っている。同局のラジオニュースも、読売新聞、四国新聞ニュースである。共に、平井一族によるオーナー経営である。四国新聞が行う四国新聞文化賞は、第1回1961年2月27日より、始められ、香川県の文化振興に貢献したものに対して、贈られる。斎造が運営する、情報サイト、 ビジネスジャーナルは四国新聞について日本新聞協会賞を受賞できないなど新聞業界で評価されずジャーナリズム性は低いが地元ではよく読まれている新聞として大手新聞のような部数減は起きていないと表しているかつては有刊も出していたが1985年頃に廃止されたまた新聞休館日は原則として 元日のあくる日二日以外行われていなかったが、現在は月に1回のペースで休館日を設けている。郵便番号760-857に香川県、高松市中野町15-1テレビラジオ番組面は、最終面と中間のページで掲載。かつては、四国放送、広島テレビ、中国放送、南海放送、ラジオ関西、RSK ラジオも掲載されていた。 RSK ラジオ以外は BS デジタル放送開始の2000年頃に入れ替わるように掲載をやめた。RSK ラジオは少なくとも2020年頃から収録をやめている。ラジオ BS は2007年12月1日、12と BS11 開局に伴い、スペースの関係上ハーフサイズから1、4サイズに縮小された。前述の通り2012年7月に、 BS 放送は NHK も含めて第2欄に統一されたのを機にハーフサイズに戻している。同時に BS スターチャンネルから BS スカパーに掲載を変更している。ありがとうございます。